スマブラは本当にスペシャルやなっていうのはもう9月5日ですけどありますよね。で、同時に、結構時間かかったよね。また初見でやっていきたいます。いきたいと思います。初見やからね、絶対にこれ下手やから、盤上と数字自体も俺動かしたこと多分ないよね、あんまり。任天堂64で出た時に、ドンキーコングとか何でもかんでも4人体制になって、ドンキーコングやんって思ってやってなかった気がするんだな。その後 Xbox に行ったっていう話を、マイクロソフトのものになったってメビウスさんに聞いてんたかな？メビウスさんに聞いたんかな？あ、シャンさんかもしれん。雑談で聞きました。それがついに発表されまして、バージョン5なりまして、勇者から短い間になりまして、で、その使い方動画を今見てきたところです。長いかったんで、これ1時間半ぐらいかかってますよ、これダウンロードするのに。で、その遊び方今のじゃなくて、来たー来たっていうぐらい感動してないんですよ、僕これ知らなくて。で、遊び方動画を桜井さんが撮ったんやけど、その流れが何がスペシャルかって話に戻るんやけど、その単なるオールスターって映画もずっとオールスターとか、何十年ぶりの続編みたいなのが流行ってワクワクするみたいな、アベンジャーズしかり、エクスペンダブルズしかり、で、スマブラ。で、スペシャルは全員集合ってなった後に、まあ、他社、もうだから最初ソニックでもスネークでも、クラウドでもびっくりしてたのに、これもう Xbox からやで。っていう話を桜井さんがしてるのを見てまた鳥肌みたいなね。やったことないのに鳥肌みたいな。これ見た目的にはだからさ、ステージも今回すごいぐるぐる回るらしいんですよね。これぜひ皆さん20分のその動画を見てから、今回特に動画面白いと思うんで、桜井さんってやっぱりユーモアがあってね、あの人、いいっすね。桜井っていう名前の人って大体できるよね。できるって俺が言うこともないですけど、上から言う言葉やからね、できるっていうのは。下からできるって判断あかんね。っていう話なんですよ。四つ族のスピリッツプレイ。体験版、製品版、その人、四つの、これちょっとさ、高木さんとかの話にまた戻ってくるんですけど、やばいね。いっぱい喋ることある。ちょっと待って。ミーファイターにサンズがいることも、そのサンズに音楽がつくことも忘れんうちに言っとこう、今のうち。それも74円で買えるっていうのもさっき LINE してました。メビウスさんと。いっぱいやることある。高木さんと、サトピカさんの話になってくるんですよ。ここら辺のスピリッツのコンプリートの話になってくると。ドラゴンクエストのサプル遊べる体験版をしたからね。俺した。したけど、ごめん。消したやん。重すぎて。それが、そっか。何回も重かったなと思ったのは、これ今日ね、1時間半ダウンロードに時間かかってますけれどもね。さっきの時間見たらわかるやろ。さっき8時やったやん、俺が。前の動画撮るとき。何か長かったのって、もらった もらったわ。もうもらったわ。ちょっと落ち着いて、俺。長かったのはドラゴンクエストの体験版です。で、ドラゴンクエストの体験版を僕はダウンロードしたけど、すぐに消しました。もうクリアしてるし、重いから。ダウンロードすら重かったのにソフト重いから、すぐ消したんですよ。もうやらないと思って。なのに、取ったってことがバレてくれてて、バレてくれてるっていう言い方になりますね、これは。バレてくれてて、よっち族手に入ったぞっていう。これだけの動画にする？それとも勝ち上がりラントまで行っちゃう？いや、これだけの動画にしてみよう、今回は。よっち族もらいました。で、あ、相棒とともに。話戻りますけど、空じゃねえわ。ほら。盤上と数えて、犬とダック、なんつうのあれ？ダックハント。めっちゃ似てるやんって言おうとしたんですよ。びっくりマークよ、そりゃ。似てるやんって言おうとしてたんです、さっきから。いっぱい喋ることありすぎて、話も下手すぎて、噛んでますけど、それを言おうとしたんですが、やっぱり左下に出るぐらい似てるよってことなんですよね。どっちが先や、これ。多分ダックハントの方が先やね、絶対それは。で、こうタッグ組んだやつを、のイベントがあるという、こう高木さんの領域になってきますね。サトピカさんの領域になってきますね。で、5.00。ここで、ミーファイターも手に入って、サンズの、ミーファイターのコスチュームが増えてるんですよ。なんで五右衛門が増えてるかわかんないですけど、五右衛門と同時にサンズが出て、同じ値段っていうね。で、サンズの方は音楽1曲あるのに同じ値段っていうね。で、
同じ値段なんやけど、音楽がついてるんやけど、その音楽作ったのが、そのなんか有名な外国の人で、外国の人で、アンダーテールの作者で、その作者とスマブラ対戦して、スマブラ強かったって話もあるんで、また話戻るけど、動画を見てくださいということですよね。で、ドラゴンクエスト3、あ、3じゃねえわ。ドラゴンクエストって言ったら3って言っちゃうぐらいの感じになっちゃってるんか、俺は。そんなことないよ。俺はそんなに3が一番好きやとは思ってない。4が一番好き。4が一番好きとも思ってないけど、予知族のスピリット。さっきもらってます。たっぷり体験版だけでいいから、皆さん、無料でもらえるってことですよ。ドラゴンクエストクリアしても、体験版を落とす価値があるということですね。1時間ぐらいかかりますんで、ご飯食べながらとかの、ご飯の前に落としてください。これね、五右衛門なんでこれ来るの？で、さっき確認しました、あの人。何やったっけ？あの人。メビウさんが言うには、に聞いたんですけどね。ミーファイターはコスチュームが違うだけで、動きは一緒ですということですね。で、2月まで5体のファイター出て、で、ほら、あそこのテリーなんとかが出てきたじゃないですか。俺、あのテリー見たときに、今日の朝一メビウさんから LINE 入ってたんやけど、興奮って言ってて、サンズも興奮してたんやけど、サンズは別動画やと思うけど、テリーで興奮する世代なんやって思って、俺ら世代やと思うけどね、テリーで興奮するのって。しかも俺テリーで興奮せんのやって。なんでかっていうと、スト2やからや。さっきの、スト2早からや。で、さっきのオールスターの話に戻ると、ストリートファイター VS 画廊伝説じゃないよ。何やったっけ？ SNK VS カプコンとかいろいろ出たじゃないですか。その時にも驚いてた。それも、さっき言った、オーケストラじゃないわ。スペシャルな点なんやけど、ストリートすぎて、この服が。こっちのがストリートファイターやんって、俺30年ぶりに気づいたっていうね。竜のあの柔道着、どこがストリートファイターなんやってことやけど、コスプレした時にダサすぎるのがスト2やって言って笑ってた話を思い出しました。コスプレがかっこいいのが SNK やと。でも今、そのファッションいけるのって、今これ見て。あのジョーカーみたいなファッションがいけるじゃないですか。勇者のファッション、今年のハロウィンどうかな。テリーのファッションは 多分、流行り廃りがあると思うんですよ、俺。あれ、今見たらダサくない？シュワルツェネッガ、ジャンクロード・バンダムの格好じゃない？映画の。ちゃうか。マイケル・ジャクソンがジーパン履いた時に、すごいダサく感じる。あれじゃない？ベジータや。ベジータとマイケル・ジャクソンに共通するところは、T シャツとかジーパンが似合わないっていうね。これ俺雑談動画にしよう。ポケットモンスターシリーズ、これね。だからこれも74円なんですよ。五円もも74円なんですよ。で、さっき言って、ロックマン飛ばしすぎですけど、さっき言ったサンズが音楽付きで74円やったら、それ74円こっち買うやろっていうんですね。隣にドラッグストアで青木があって安いのに、横のローソンで高い同じジュース買うかってことですよ。俺これ雑談動画にしよう。超雑談動画や。めちゃくちゃ長いな、このオープニング。久しぶりに立ち上げたからかな。これね、アンダーテールよりって、これね、こっそり出ちゃってるけど、そういえば、アンダーテールのキャラクターが、5体の中に1個あるんじゃないみたいな、みんながなんかネタで言ってたとか、多分そんなネタ動画も俺どっかでサムネイル見た気もするわ、サンズ参戦みたいな。まさか、友達とはね、桜井さんと。トムズファクトリーだっけ、なんかそういう名前の人がね。長すぎのオープニングでございましたけれどもね。もう入ってるんかな、勝ち上がり乱闘に。俺も急に勝ち上がり乱闘するっていうのが俺のあれになっちゃってますけど、入ってますね、バンジョーとカズイ。これは次の動画でとっとくことにしましょう。僕らデコボコパートナー、このね、サブタイトルこっち見ると、こっち見ると獣ブラザーズ、パートナーとブラザーズの違いがありますけれども、そういうことなんですね。桜井さんの動画をさっきから見てって言ってるんですけど、これとドンキーコングとディディーコングで戦わせてましたね。やっぱりドンキーコングとディディーコングで似てるなっていうのがあって、ドロクンではやらなかったって僕の話にも戻りますけれども、ダックハントも俺は似てると思いますけど、これどうやろ、似てるよね、すっごい似てる。これ絶対どっちかがパクってね、これ。いや、まずいんじゃない、パクったのここで比較されてしまう時代になってきましたね。ああ、雑談投げ、ちょっと雑談長すぎるで、ちょっとだけ触ってみようかな今回は。あ、なんも戻ったよ。なんで戻っただけでまた新しいのが出てきて、オッケーよ、それは。もう持ってるな。そこは判定してくれんね、俺買ったよっていうのは。ドラクエは落としたのバレてんのに。ちょっと大乱闘で使ってみようかな。でも使ってもさ、俺全然わかんないですよね。だからやっぱりやめておきましょう。ということで、俺はサンズを今から買ってきますわ。どっから買ってくるの、あれ。お、お、お、何これ。え、何これ、贈り物をゲットやって。
あ、なかったよね。サトピカさん、高木さん、また解説お願いします。スピリッツもちょっと見てみようかな。スピリッツの手持ちのところを見ますと、マックス値が増えているはず。めちゃくちゃ、ああ、 10増えてるんか。でも1個取ってないと思うんで、8か9やと思います。1個か2個取ってなかったんで、8か9今回増えたんでしょうね。いやー、長い夜になりそうですわ。ありがとうございます。